一瞬考えてもらっていいですか、皆さん。今日本どんな状態ですか。皆さん政治家と直接話したことあります？国会議員と。選挙の時には慣れ慣れしく喋りかけてくる、握手を求めてくる気持ち悪い奴ら、それが政治家ですよね。一方でそやつらは選挙が終わった後、議員バッジを手にした後、皆さんの前に姿を現しましたか？選挙が終わった後はどこで何をしてるかがわからない、そんな不思議な生き物、それが政治家でございます。でもそれじゃ困るんです。皆さんとのコミュニケーションをしていきながら、その声を議会に持っていって形を変えていくということを目指さなければならない。今の日本どうなってますか。さあ、というわけで、まず皆さんの中で簡単に思いつくのは、あまりにも物価が高いだろう、経済状態悪くなってる、そういうことをイメージされた方多いと思うんですね。なのでまずは足元の経済、あなたの生活というところに視点を向けてお話をしていきたいと思います。今回私たちはこのような形で比較をさせていただきます。2024年3月、今年の春と2018年の平均を比べた、物価高になる前、コロナが来る前、2018年の平均と今年の春を比べてみたら、どれぐらい物価が上がっているかってことを皆さんに見ていただきたいと思います。こちらです。都市ガス 15.5% 上がった、ガソリン 16.8% 上がった、灯油は 28.7% 上がり、食料は 17.8% 上がった、コーヒーココアは 16.2% 上がって、マーガリンは 19.7% 上がり、国産豚肉は 20.9% 上がった、食パン 21.9% アップ、調理カレー 27.1% アップ、魚介類は 27.6% アップで、ハンバーガーは 29.3% アップ、小麦粉は 33.2% 上がって、輸入牛肉は 37.8%、 トイレットペーパーは 36.8% 上がり、食用油は 46.3% 上がった、照明器具は 63.2%。 何が言いたいか、物価上がれど賃金どうですかってことなんですよ。賃金上がってますか。テレビ新聞では賃金上がってるっていう。どれぐらい上がってんの。 5% ぐらい上がってるって。でもそれって一部大企業だけじゃないのかって話ですよ。中小企業、零細企業にお勤めの皆さんがいたとして、5% 以上上がってる、物価の上昇以上に賃金上がってるって方、どれぐらいいらっしゃいます？いていいんですよ。あまり多くないんですよ。中小零細になったら賃金自体上げられないところもあまたあるってことです。これだけ物価が上がってる時に、国が本気で物価対策をしないことには、皆さんの首が締まるだけじゃなくて、事業者も潰れる可能性出てきますよ。そうなったらどうなるかっつったら、もちろんこれ不況が深まるだけなんですね。で、諸外国と比べてみて、日本はさらに深刻なんです。何が深刻か、コロナが来て物価高になってるから苦しいんじゃないんですよ。日本だけ先進国の中でただ一つ、30年景気が悪いっていう状態なんです。ここにおいて国が大胆に経済政策を打たなきゃ、このままじゃまずいって当たり前なんですけど、事実上放置プレイ決め込んでんですね。じゃあどれぐらい30年間の間で景気が悪くなったか、皆さんの所得が減ったかってことを確認していきます。このグラフ、左側が1997年、右側が2022年、つまりこの30年ぐらいの間に何が起こってるかってことなんですけれど、ご覧ください。右肩上がりに賃金上がってる国々があります。イギリス、ドイツ、フランス、カナダ、アメリカ、先進国みんな賃金上がってるんです。物価上がってるけど、景気良くなって物価も上がって賃金も上がってるのが諸外国。一方で日本はどこですか。一番下、赤い線、めり込んでんですよ。減り続けてんです。賃金なかなか上がらない、物価は上がれど賃金上がらず、首が締まり続けてる30年、そこにコロナで物価高だってことを政治が分かってるかってことなんですよ。じゃあこれだけ賃金安くなったとしたら、みんなの所得自体が落ち込んでるよねっていう話なんです。それを見るためには、所得の中央値というものを見ていきます。高い所得、低い所得、全部並べました。真ん中の値、所得の真ん中がこの25年以上の不況の中で131万円低下してるんですよ。厚生労働省の調査を見てみましょう。これは2019年に発表されたもの、つまりコロナも物価高もそこには影響していません。その前だから。こちらです、厚生労働省国民生活基礎調査。それを見てみると、なんと生活が苦しい、
そういった世帯、全世帯のうちの 54.4%、 母子世帯 86.7% 生活苦しい。コロナで苦しいよね、物価高で苦しいよね。違うんですよ。そんなことが起こる前からすでに社会はそこが抜けてるんです。個人の責任、あなたが頑張らなかったっていう空気を作られてるだけ。これだけの人たちが生活が厳しい状況に追い込まれるっていうのは、これ構造上の問題なんですよ。政治の問題なんですよ。例えばですけれども、あまりにも生活厳しすぎてやっちゃいけないことをやっちゃう人が出てきます。何か物を盗んじゃう。例えばですけれども、ここ最近起こった事件を見ると、186円の日本酒を盗んだ70歳の男性が逮捕されました。どうして盗んだんだ。日本酒を飲むために盗みました。そのまんまじゃねえかよって話なんですけど、187円のものを万引きしなきゃいけないような状況にまで追い込まれてしまっている。一方で国民の貧困化とは別に私腹を肥やし続ける者たちがいるってことです。それ誰か。筆頭格は国会議員、しかも自民党です。自民党の4分の1が裏金、猫ばばの疑惑が持たれております。例えば2954万円を裏金、猫ばばした人間が不起訴、逮捕もされない、納税もしなくていい、議員も辞めなくていいって、おかしくない？186円の日本酒を盗んだら当然犯罪だけれども、一方でそっちは裁かれて2954万円は裁かれないんですよ。おかしな社会でしょ。他にもウイスキー1本を盗んだ53歳の男を逮捕。どうして盗んだんだ。死にたかったんだって。でもシラフでは死にきれないから酔っ払って死のうと思ったって。そのような経済状況、そのような自分の生活、追い詰められた人たちが犯した犯罪、当然これは裁かれるということになるんだけれども、その裏で、例えばだけれども東京で議員をやっている萩生田さん、裏金2728万円、これ逮捕されませんよ。これ納税しなくてもいいんですよ。これ議員辞職しなくてもいいんです。何の罪にも問われず議員のままであり続けるって、おかしくないですか。裁かれる順番違うくないかって。裏金猫ばばしても捕まらない、議員辞職しなくていい、これ捕まらない、辞職しなくていい、逮捕されない、議員続けられる、納税すらしなくていいんですよ。自民党は辞めた、けじめを取ったって。でも議員辞めてないよ。自民党を辞める辞めないって皆さんに関係あります？関係ない話でしょ。そんなの国会議員が裏金猫ばばしても捕まらない、納税しなくていい、議員も続けられる、1408万円でも大丈夫、1254万円でもセーフ、1822万円でもお咎めなし、1172万円も1080万円も1070万円も1051万円も OK。 自民党の4分の1の議員たちが泥棒なんですよ。で、国会で今何やってるかって、この泥棒たちに意見を伺いながら、泥棒たちと一緒にいかに泥棒を防ぐかっていうルールを作ろうとしてるんです。申し訳ないけど、こんなブラックジョーク聞いたことないわ。これを地で言ってんのが日本の国会ですよ。いい加減にしろって皆さんも思ってますよね。もういいよ政治なんてって思ってるはず。でも皆さんがもういいって、政治と私は関係ないってよりそう考えちゃったら、こういう人たちさらに増えるんですよ。